作り方は SBS ラジオと検索。さあ今すぐ応募フォームから投稿しよう。もし今ここで地震が起きたら、避難場所は、津波は、そんなもしもに備える避難訓練アプリ、静岡新聞 SBS の防災プロジェクトから登場。詳しくは静岡チームバディで検索。宝楽姉ちゃんの歌謡曲電撃でナイト、ひばり特集を続けます。矢印市在住のスポーツ大好きさんからハガキでいただきました。はい、で美空ひばりさん特集と聞き、ぜひ聴きたい楽曲があります。うん、若い頃の私ははっきり言って美空ひばりさんがあまり好きではありませんでした。なぜそうだったのか今でも理由が思い出せないのですが、ある歌番組で外国曲を言語で歌われるひばりさんを見て180度見方が変わりました。おお、まずその英語の発音の正確なこと、うん、その軽やかな歌声に思わず聞き入ってしまいました。うん、それでそれまでの歌を聞き直したことを今でも思い出します。それでリクエスト曲は、映画の主題歌にもなりました、うん、慕情をお願いします。香港を舞台にしたジェニファー・ジョーンズとウィリアム・ホルデンの切ない恋物語、うん、Love is a many friends. お、うまいね。ちょっと余韻を残して皆さんに残していただいて、そうですね、来週また聴いていただきたいなと思いますね。はい、ぜひ皆さんたくさんのリクエストまたお寄せいただきたいと思います。はい、お待ちいたしております。なんか雨がちょっと降ってるようですね。静岡市の気がしましたけど、はい、ね、あの南ですけれども、それではお別れの、まあ、地震も気をつけてください。はい、はい、また来週までごきげんよう。さようなら。なると足腰の踏ん張りが効かないね。歩くのも遅くなったし、台所仕事もつらい。これ筋肉が減ってるからみたい。そこで食事と運動と最新刊製薬所の体づくり応援ゼリー、超白仙人、希少な高麗人参、超白人のエキスと9種類の必須アミノ酸が踏ん張りが効く体づくりをサポートしてくれるの。そうなれば出かけるのも孫と遊ぶのも楽しいよ。無料お試し3本セットのお申し込みは0120-777-444、最瞬間制約書まで。あなたもコピーライター、 SBS ラジオ CM コンテスト、さあ応募フォームから投稿してみよう。 AM も FM も SBS ラジオです。9時です。こんばんは、中村小杉です。週の始まり月曜日、大人のためのくつろぎタイムをお送りします。ちょっとこの間びっくりしたことがありまして、あの旅行などでホテルじゃなくて畳に布団っていう宿に泊まった時にね、朝チェックアウト前に、その布団畳みます、どうします、押し入れに全部しまうということはしないと思いますけど、私もしませんけど、まあ、それぞれね、あの布団の畳み方っていうのがあるでしょうからね。でもほら、部屋のさ、自分の荷物を片付けたりするのに、こう布団敷きっぱなし邪魔だったりするんで、足元あたりにこうざっくりとこう畳んで。